一方、秋も深まった富士スピードウェイでは恒例のトヨタモータースポーツフェスティバルが開かれていた。来シーズントヨタはブリヂストンタイヤを装着する。今日は早くもそのパッケージでデモランが行われた。世界の巨人トヨタの組織力、スーパーアグリフォーミュラ1は1階のプライベート、太刀打ちできるのか。